タイヤッカッサンクロッパッステキヤルケジャッジメンステキヤさんクラブステキヤ先ほどね、あのドッキリ終了ということで逆ドッキリですね、すでにボコボコしちゃってますね、すでにボコボコしちゃってます、怖かったね。いやいやいや、めっちゃ怖いよ、ね、お前なんか一回詫び渋ったよな。そうそうそう、謝ってくんないの、まあ、折り返すね、普通に折り返す。悪いと思ってるんですか。いや、詫び入れてるんですか、俺に対して詫び入れてくれるんですか。あの終わりになりますか。申し訳ないという気持ちがある言葉で。なんで渋ったんですか。素直に詫びる。もうあの関さん怖すぎて頭回ってなくて、頭回らないとか詫びてくれるように僕もうまくこう話して誘導したって怖すぎて俺は今何に説教されてるんだって何を詫びればいいですかみたいな話してたとにかく詫びる見た目は全く期間かけて、そうですね、打ち合わせしてて、はい、ブレイクダウンの9の会場から2、3週間めちゃめちゃ前で2つのチャンネルでドッキリ曲がってるので、はい、ぜひご覧ください。ありがとうございます。今回は実際のスパーリングということで、まああの本来だと9でやっとったかもしれんからね、関谷さんと俺いや、やってんないよ、ほら、確かに確かにでもね、あれワンチャンあったかもしれない。全カットですからね、そうですよと、いきなしそのリーダーが、俺がその初めてリーダーの人だった時になんか、一番前の金髪の大きい人俺に意識向けてんなと思ったら案の定やっぱ、俺の方がこう、テキテキ起き上がって関谷来るから、この前試合、試合試合しやがったから、やられた俺って言っちゃいましたね。試合試合したんですよ。多分カットされてるけど聞いちゃったもんよ。俺が立つまで待つよ、いわゆる俺待ったからね、待った瞬間ドーンってだっていきなりだって座ってるじゃないですか、だけどドーン押されて後ろわーってひっくり返っちゃって、うん、立つまで待ってくれたっすよ。優しい、ね、危ないよ。俺だって言ったんですよ最後に、その龍騎君もなんかスパーリング決まったと思ったんですよ。あ、だから俺はあのツルツルジャック決まった時に、はい、上に言われた時も、いや、俺やりたいのはこいつじゃない、あのさっき金髪なんですよね、こいつ。あとからスパーリングやると思ったら全然スパーリングやんなくて、俺のもう本当にターゲットは利益君だった。怖いよ。怖い。あの時は自信あってで、いろいろ話聞くやん、あの人やばいよみたいな。今自信すごくない。自信あったんかも。でも俺の本当に頭蓋骨を折ったっていうのは本当に俺初めてですよ、続き負けたの。やろ。強いね。本当。強いね。準備強強と帰ってきたもんね。でも俺もこんだけ自分の頭が折れるぐらいにバチンってやっぱ言ってるんで、相手も多少なんかあのダメージはあったんだろうなちょっと思ってたんですよ。うん、動画見てたら全然なんか全然ダメだったんですよ。はい。で、ホテルで俺関谷さんに頭突きされて、見してみってちょっと赤くなってる。やばすぎるな。俺はビビったよあの時。マジで来る人やん。そうやマジで来る。だって反射的に多分出ちゃったんすよ。やばいな。せめてみんなさ、胸ぐら掴んで、うわーぐらいやん。俺もそんぐらいで言ってんのよ、関谷さん。うわーぐらい。やべえ人や。でも今後あの、絡みに行く人は気をつけてほしい。本当に気をつけて。関谷さん、反射で出るから。多分こうはなんといかんと。忙しかったら折れてますもんね。いや、折れるんすけどね。やばいよ、怖い。これね、すごい自信なくしちゃって。今も試合出られてますね。試合でもそのブレイキングダウンの8で8年ぶりぐらいに。8年ぶりですか。して結構怪我、うん、されてますね。怪我も体ダメージだらけで、もう昔からのやっぱ蓄積があるんで。何十歳、何百歳。アマチュアとか近くが増えたら134人。えぇ、ー、増えたよ。怪我してもなんか出なきゃいけないような近くってなっちゃうのが、まあ、休むって選手は休むんですけど、近くってやっぱその喧嘩が前提じゃないですか。じゃあ、怪我してても絡まれたら喧嘩して死んだって頭下げるから、そういうことになっちゃう。怖いよ。練習でやっぱ折れたり、試合でやっぱやってれば折れるんで、でもやっぱ試合に出続ける。よっぽどのあれじゃなければ。怖いやろ。
福士さん、アウサイジラにここ折られた巣だから折られて、もうあの剣切られちゃって剣をもうあの断裂しちゃって昔の映像多分アウサイドがあると思うんですけど前から折れたって言ったけど世界の人でしょ昔の近くとか俺の知り合いとか見てもらうと分かるんですけど本当に人が全部ありだった続きありのルールにでもありマウント取ってその手を下げる衣装としてもいいし顔面踏んでもいいしサッカーボールバックロックも全部ありますよガチャ結果やんバックロック使いだった時はちょっと本当にジャンピングバックロックを首から落ちてるとめちゃくちゃ痛かったそんなんかも痛いです もう出たくないよ痛いですその方と今からスパーリングやりたくないよね今から出るのがルールはズキなしでもいい今日なしでもいい俺の時2割ぐらいで怖いどうするお前とかは俺は体重差あるからあっちをオッケーやったらおおおおおおおヒロキやな俺軽く欲しいな1ラウンドぐらいうわ結構うちの視聴者さんヒロキみたいヒロキの人気やしヒロキのボコられるみたいな、うん、そう結構あそっちなんやでも俺がボコられるの結構もう定番が処理やあまあまあまあ元気さんにやられて龍楽にボコられて結構もう俺ボコられまくっとるんやでも今日関谷さんにも案の定クリアやっぱメインはここでしょあメインはメインカードやで校長入場つけてほしいよあそんなガチガチでやるすごいね2号ぐらいちょっと厚く、まあ、確定されでまあヒロキとカイヤもやってほしいかな、まあ、4周4周はここで勇気の分関谷さん温めとかちょっと削って2対1やいや、まあ、それでも負けるな。でしょ、一発で沈む。大丈夫です。大丈夫です。お願いします。じゃあ、スパーリングやってください。お願いします。お願いします。やべえ、超怖え。どこまでやっていいんですか。あ、ガチで。ガチで。で、関谷さんって一応指あったよね。2ぐらいなかったかな。1分1ラウンド。オッケーです。1分1ラウンド。レディー、ファイト。オッケー。自分からいかんと。クリア、クリア、クリア。ヒロちゃんいけるよ。いけ、ヒロケ。ヒロケ、いけるよ。ヒロケ、自分からいかんと。攻めのファイトスタイル。おい、ヒロケ、ヒロケ。一歩、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 一歩。一歩、一歩、一歩。やばすぎる。一歩、一歩。ヒロケ。リアルゲーム、三日月来とるね。ヒロケ、ローの後。ヒロケ、ローロ。距離、距離、距離。ヒロイ、いけるぞ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。ヒロイ、いけるぞ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。オッケー、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 いいね、いいね。いいね。いいね、いいね。残り30ですね。ヒロイ、ワンツー、ワンツー、ワンツー。オッケー、オッケー、オッケー。おい。おい。カウンターや。おう。ラスト10。ラスト10。いけ、最後いけるぞ、フック、フック攻めよう、攻めよう手出せ、ヒロキうわぁちょっと待てうわぁ手出せ、ヒロキうわぁちょっと待てうわぁどうでしょうナイスやばいダメダメダメ、これコンプラ、コンプラこの人 YouTube 出たらダメな人でも僕のターゲットはリュウキなんで。わあ。怖え。切りたかった。あの関谷さんの顔で。怖すぎ。なった。やばすぎる。なった。かいけるよ。当てできるかいや。オーケー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 。かい危ない危ない。掴み掴みや。うわ。すげえすげえすごいダメすごい30あ10 20だじゃあ今日この辺でお前ら次お前ラストメイン1分3なんだはい関谷さんもう疲れもう大丈夫行きますよ行きます関谷さんに関してはこっからが食え物が来るがお前やっと片付けくれんじゃん削り足りてねえってもっと削っといてくれよ5分 NNL ルール
MMA やったらガチガチ出てないの。お前その生きり癖直せや。ひろきなんか終わって安心した顔しとるし。いやこれ俺さ、絶対俺の試合いらんかった。いやいるいる。お前のあの試合があったから、素人でこんだけやばいんだよっていう。いやお前洗ってないよ。マウスピース買ってきてる。ちょっと待って。ガチ髪。ガチ髪。マウスピース。汚っ。え、洗ってないよ、お前。あ、ずっと洗ったら多分体壊してる。洗ったら大丈夫。いや、水じゃダメやった。消毒じゃない。リュウキ、密封しとるからダメ。もうお前、マウスピースなしや。なしでいっか。はい、いや、これないからって別に優しくない。そうや、関係ねえぞ。でもマウスピースってカビ生やせなの。だからあれ、プラスチックやろ。リュウキ、どんだけ汚いの。関谷さんのあの膝結構いけぞ。膝パンチめっちゃ特殊やからな。なんでそんなビビらしてくる。いや本当にめっちゃパンチ特殊やぞ本当。お前お前わーつけしっかりしろってお前。これでハーズれんねえもんやられても。ちなみに関谷さん普段は週何ぐらいでトレーニングとかされてるんですか。トレーニング、まあ、一応週3日はやろうと思ってるんですけど、仕事の兼ね合いもあって、ああ。あの相手受けに、はい、感じですね。スパーリングとかもそのくらい入れてるんですか。スパーリングとか、スパーリングも練習する毎回やるからね。お今日あったから、はい、昨日はちょっと控えめにやってきて、ああもうしっかり調整してきてる。ゆげ、身長高い人とやるときは筋で嫌で。ここで団地面着用の腕時計のお知らせさせていただきます。はい、フォーサイレントバースターの、はい、まあ、腕時計を、まあ、団地面着用してるんですけど、うん、これがあの今回熱きブレイキングダウン9勝利ということで、また 25% オフキャンペーン開催中です。各自デザイン違って、まあ、その個人のインスタグラムに投稿されてるんで、まあ、あの各々の個人インスタグラム見てもらったら、まあ、誰がどういう時計してるか、うん、とあとおすすめポイント書いてあるんで、ぜひ団地面のメンバーお揃いで購入していただきたいんですけど、ランチ麺のクーポンコード、はい、ランチ麺って売っていただいたら 25% オフ、はい、期間は9月15から10月15日、うん、でそのインスタグラムに投稿されてる写真はこの時計いただいた方が撮影してくれて、もうプロやね。プロ、これです。誰やったっけ、小松菜奈。もう撮影してるぐらいすごい人やから、じゃあ皆さんあのぜひあの腕時計手に入れてみてください。はい、はい、レフェリーが、うん、レフェリー、レディーファイト。いいよ、いい、自分から行こう。おおお、いいよいいよ、リュウキジャブ、それそれ、おお、いいねいいねいいね。いいよ、当たっとるよ、当たっとるよ。もろ入ったな、今。頑張れ、レイ、頑張れ、頑張れ、あと20秒レイ、頑張れレイ、本気出せ、いけレイ、膝や、膝、10秒いけるいけるいける、あと10秒ルキ、いけいけルキ、ラストラスト、あれー、あー、頑張ったな。おー、頑張った頑張った。あ、ちょっとネットなかったら、ミサの曲でしょ。ドカーだった瞬間、みんなクス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 笑っちゃって、リンクドカー入ってます、みんな。ちょっと心だから、よっしゃーって気持ちがあるよね。あ、よっしゃーって感じだった。ちょっと心の時期やと思いそうだね。ガッツポーズしちゃうの。ちなみに、ルギどうでした、強かったですか。長いんでやっぱやりづらいですね。リーチを、蹴りがちゃんと蹴れないから、はい、これ蹴れるようになって距離上げる攻撃持てば結構怖いですね。ルギ、伸びしろあるってよ。またスパリングやります、ね。蹴りはもう、超短かったですもんね。スパリング、ありがとうございました。ありがとうございました。どうやったヒロミとか。でも、捨て5枚すげえパンチもらったやん。あの、なんか変なアッパーみたいな、なんかやばいな、ギリコーってなってすごいところだった。
熱くてもめちゃくちゃ面白い。普段こういうスタイルの人もやることないからね。もう全然もっともっとやりたい。練習でも本当一緒に思ったんですけど、蹴りめちゃくちゃ上手くて、本当にバックスピンとか結構出すじゃないですか、チェアとかでも。あれ本当に腕なかったら完璧レバー入って俺なんか倒れたぐらいだったから、すごい的確だなと思った。蹴りがやっぱカルチの2人とかめちゃくちゃ見えづらいですよ。ありがとうございます。名前だった。頑張ったもんね。頑張ったよ、俺。勇気コンソールいただいて。これまあまあまあ、またやるかもしれない。大丈夫。でも本当に身長ってやっぱ一つのポテンシャルだと思うので、長い攻撃とか本当覚えたらめちゃくちゃいいと思います。練習したいな。今度もう一度なんて見ながら静岡、静岡、めっちゃ行きたいです。お願いします。爽やか食べたいですね。爽やか食べたい。浜松で〇〇って言葉もあるんで。おっと。今日一夜で。そういうの好きなんだよ。関谷さんのチャンネルで、まあドッキリとスパーリングも上がってるので、皆さん概要欄からチャンネル登録、動画視聴お願いします。お願いします。じゃあ本日は関谷さんコラボありがとうございました。ありがとうございました。でまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあバイバイ。ハメマツ。辛い過去には興味なんてない。こいつらがいるから。